Nope. Take flight. Thank you.
must leave no stone unturned. Thank you.
wish life could be as leisurely as this a little more. Sure, I'll hang out with you youngsters. We'll see about that. Academic research isn't some kind of fad. This world is full of unsolved mysteries. Thank you.
This world is full of uns... Leave it all to me. That seemed to work. The insolent shall be punished. Where are you? Someone needs assistance. Thank you.
Pay your dues.
you can't keep up with me! Looking for trouble? Hi-ya! Thank you.
Like a lamb to the slaughter. Looking for trouble? Lucky today. Take that! Like a lamb to a slaughter. Looking for trouble? Catch up.
pleasure to be working with you. I shall treasure this good fortune.
クリスティーナ、ただいま帰参した。出迎えてくれ、盛大に。クリスティーナ、あなたという人は一体何を考えている。陰謀を巡らせ、カオンのギルドハウスを吸収するとは道理に戻る悪行だ。それが騎士のやることか。おや、いきなり喧嘩腰なのはいただけないな。お帰りなさいぐらい言ってくれ、トモちゃん。それにこれが騎士のやることさ。世間知らずのお嬢ちゃん、騎士だなんだと格好をつけてみても所詮は血まみれのならず者に過ぎない。あなたがそんな風に堕落しているから、我らナイトメアの評判も地に落ちているんだ。あなたに誇りはないのか。そう興奮するな、鬱陶しい。いつもは軽口を叩いて余裕ぶっているだろう。そっちの方が愛らしいぞ。根は真面目なんだな。やけどしてしまいそうだよ。いいな、庶民の出である貴様はそういう風に誇り高く振る舞うことで、ごっこ遊びじみた騎士らしさを演じることで劣等感を克服しているのか。私を解釈するな、クリスティーナ。口の聞き方には気をつけろ、小娘。今日は楽しい経験ができたし、このままいい気分のまま寝てしまいたいんだ。そこそこ疲れているしな。貴様とじゃれ合う元気がない。明日にでもまた相手をしてやるから、今日はお家に帰ってママの手料理でも食べて寝ろ。子供扱いするな。ジュンさんからも何か言ってやってください。団長、あんたも私を蛮行を繰り返す愚か者として糾弾するか。貴様の処遇は陛下が差配する軍法会議によって決められる。私には貴様を裁く権利はない。貴様は陛下の密命を帯びて行動しているらしいな。貴様もまた操り人形だ。それを自覚して納得しているならば、私から言うことは何もない。だがその立場に貴様が苦しんでいるなら、助けてやりたいとは思っている。お優しいことで、私は単に平和に飽き飽きしているだけさ。今回の件で火種は負けたし、とりあえずは満足だ。あとはどれだけ燃え広がるか。おっと、のんきにおしゃべりしている暇はなさそうだな。ご歓談中失礼いたします。陛下がお呼びです、クリスティーナ副団長。至急謁見の間にお越しください。了解。陛下に呼び出されては無視もできん。一体何の用だろうな。ご褒美でもくれるのかな。存じ上げません。用向きについては陛下に直接お尋ねください。貴様、キャルとか言ったか。貴様もビーストだろう。その耳に尻尾。今回の一件について貴様も何か思うところがあるのではないかな。いいぞ、思いっきりメンバーしてくれても。同胞たるビーストたちを襲った両替者としてな。貴様と遊ぶのもなかなか楽しそうだ。私は単なる伝令役です。絡まないでいただけると幸いです。それに私も陛下もこの国のビーストたちとは関わりがありませんから。じゃあ貴様らは一体何なのだろうな。おい団長、それに友のお嬢ちゃん、貴様らは不自然だとは思わないのか。ランドソルの王族は歴史的にビーストたちとは犬猿の仲だ。血生臭い対立と闘争を繰り広げてきた。
最近は休戦状態ではあったがな。だがそんな我らの親玉たる陛下もその腹心たるキャルもビーストだ。これは変ではないか。私はね、どうも釈然としないんだよ。もしかしたら私たちは全員あの陛下に一杯食わされているのかもしれないぞ。口が過ぎます、クリスティーナ副団長。不敬罪に問われますよ。それよりもお急ぎください。陛下を待たせてはなりません。ああ、いいとも。手を引いてエスコートしておくれ、愛らしいお嬢ちゃん。ジュンさん、どう思います？とりあえずあんまりギスギスしないでほしいなと思った。クリスちゃん、クリスティーナ副団長とお前の馬が合わないのもわかる。仲良くしろと無理強いはしないが、一応仲間なのだからもう少し理解する努力もしてあげてほしい。あいつもあれでなかなか難しい立場なんだ。まあ努力はしますけど、それよりも気になることがあって。あの伝令役、キャルとか言いましたか？一体何者なんですかね。いつの間にか陛下の駒使いとして働いていたようですけど。どうにも不可解だな。私も先ほど副団長が言及するまで何も変だとは思わなかった。すんなり受け入れていた。かなり不自然な存在だというのに。そもそも確かに妙だ。どうして歴史的に対立しているはずのビーストが我らの長として君臨している。矛盾している気がする。論理の整合性が取れていない。喋るのは苦手だ。うまく説明できないが、どうも心というか認識が書き換えられているような、得体の知れない違和感がある。ともちゃん、私には王宮の守りの要としてここに鎮座している義務がある。自由には動けん。だから私の代わりにお前にはいろいろと調査などをしてほしい。この違和感、そして今回の騒動、全てが巨大な陰謀の一環かもしれないぞ。どうも思った以上に根が深そうだ。慎重に丁寧に解きほぐして真相をつまびらかにする必要がある。私が動ければいいのだが、肩書きが足かせになっている。だからお前に頼む。危険かもしれないが他に方策がない。構いませんよ。信頼されているようで光栄でもあります。ちょっと心当たりもありますし、あちこち探ってみます。危険はもともと承知の上ですしね。命を捨ててでも国難を排し王家の敵を成敗する、それが我らナイトメアの使命でしょ。うむ、全ては我らの信じる正義のために。無理だ。
私のギルド、サレンディア救護院に滞在することにした一同。その夜、人の姿をした正体不明の魔物が現れる。次回、プリンセスコネクト、リダイブ、第3章、襲来するシャドウ。もう一度、君とつながる物語。子供たちの未来は、血で怪我させないんだから。また会ったわね。ようこそ幕愛の物語へ。あんたと私の束の間の逢瀬を楽しみましょう。しかしまあ、今回も見事な巻き込まれっぷりだったわね。あんたのいるところに騒動あり。ほんと主人公って大変ね。今回はクリスティーナちゃん大暴れって感じだったけど、まあ彼女が悪目立ちするのも仕方ないのよ。あれもこの世界におけるかなりの重要人物だから。あんたと同じようにね。そういう重要人物がいるところでは物語は激しく揺れ動く。あんたは今回その大きな文脈に、運命の流れに巻き込まれちゃったわけね。何にせよ今回あんたが体験した出来事はギルドという概念を理解してないと分かりづらかったと思うわ。他の誰かがもう説明してると思うから、詳しく知りたい場合はいろんな思い出を反芻してみて。まあ今回も私が簡単に概要だけ教えとくけど、あんたたちが暮らしてるランドソルという町では、全ての住民がギルドと呼ばれる集団に所属することを義務付けられてる。これは戸籍みたいなのも兼ねてて、ギルドに所属してないと住民として認められない。様々な福利厚生などの公共のサービスを受けられなくなるわ。就職なんかにも不利ね。まああくまでランドソルの中でのみ流通してる概念だから、よそから来た旅人なんかは特例で免除されることもあるけど、あくまでも今のあんたの物語はランドソルを中心にして展開してるから、ギルドというものは決して無視できないはずよ。そしてこの国は代々王族が統治する中央集権型の政治が行われてるわ。そんな支配者たる王族が居住してるのが王宮って呼ばれる建物ね。そのために王族、この国を支配する者たちを指して王宮って呼称することも多いわ。そんな王宮直轄のギルドをプリンセスナイトって呼ぶのよ。各種の省庁、警察や消防、裁判所、その他もろもろ公的な役割を果たしている機関は全てプリンセスナイトね。まあ本当にお役所ぐらいの意味よ。あんたたちを襲撃してきたクリスティーナちゃんが所属しているのもプリンセスナイト傘下のギルド、ナイトメアよ。王宮直属の軍事力そのもの、警察や軍隊の役目を担ってるギルドね。この世界では長く平和な時代が続いてるから、予算が削減されて弱体化してるみたいだけど、それでもナイトメアは公的なお役所で、この国の正義そのものよ。あんたたちはなぜかそんな連中に目をつけられちゃったわけ。まあ今回はクリスティーナちゃんの独断っぽかったけど、警察に睨まれて犯罪者扱いされたようなものよ。当面の危険は去ったけど、結構やばい状況かもしれないわ。事後処理の仕方を間違えると詰むわよ。相手は腐ってもこの国の警察、公的機関であるプリンセスナイトなんだからね。プリンセスナイトっていう言葉そのものもよく覚えていてね。ほら、世界の謎の鍵を握ってるムイミちゃんがその言葉に強く反応してたでしょ。あんたは忘れちゃってるだろうけど、それはとても重要な名前なのよ。ともあれ、長い一日がようやく終わって、これからあんたは安全な場所で身を休めることができるわ。サレンディア救護院っていう、これからあんたが生活の場にすることになる場所でね。あんたが今日ずっと一緒にいたスズメちゃんの所属しているギルドの拠点よ。スズメちゃんのご主人様サレンちゃんがあんたたちのことも保護してくれるわけ。
今日はそのまま彼女のもとに身を寄せて夜を明かすことになる。ひとまず安心してあったかいベッドでゆっくり眠りなさいって言ってあげたいけど、あっちゃん、どうもまだ長い一日は終わりそうにないみたい。あんたのもとに邪悪な影が忍び寄ってる。まだ油断せずに身構えておきなさい。残念ながらヒーローに休息はないみたいだからね。ただいま。みんないい子にしてた？おかえりなさい、ママサレ。ママって呼ばないでね。いつも言ってるけど、私まだ17歳よ。それよりも悪いけどお腹ペコペコだから、晩ご飯の残りでもあったらちょうだい。何もないならてんやものとか頼むけどね。あ、大丈夫です。今日はすずめお姉ちゃんが仕事で遅くなるって言ってたから、私たちが食べるものを用意しといてくれて、だから食べるものはありますから、もういいからね、くるみ。っていうか食べ物の用意ぐらい自分でするわ。もう夜も遅いし、くるみは部屋に戻って寝ちゃいなさい。いやでも、せっかくママサレンがお家に帰ってきたから、おしゃべりしたい。ああうん、じゃあ一緒に食事の用意をしましょう。仲良くおしゃべりしながらね。ずっと家を空けちゃってごめんなさい。寂しかった？うん、みんな寂しがってましたよ。うん、でもあとちょっとの辛抱だから。今日もなんだか無駄にトラブルに巻き込まれちゃって、先行き不透明だけど、あんたたちの平和な暮らしが第一で最優先よ。ママサレ、抱きしめちゃ嫌です。苦しい。私たちはどうすればよろしいのでしょう？ああ、ごめん、お客さんを玄関の前で立ち往生させちゃって。空き部屋がいくつかあるから案内するわ。そこに荷物を運び込んじゃってね。悪いけどベッドメイクとかも自分でやってちょうだい。一流ホテルのスイートルームとはいかないけど、まあ雨風はしのげるわ。今日はお互い疲れてるし、ゆっくり休みましょう。おっと、言い忘れてたわね。宿女らしくきちんと歓迎の挨拶をしないと。ようこそ
愛しい我が家サレンディア救護院へ。ふむ、なんだか今日はずっと状況に流されっぱなしでございますね。お疲れでしょう、主様。手早くベッドを整えましたので、横になってくださいまし。はい、荷物は後日、これまで寝泊まりしていたホテルから運んできますので、今日のところはゆっくりお休みになってくださいまし。はい、サレン様のご厚意でこのサレンディア救護院に泊めていただけることになったのですよね。ホテルまで戻ろうにも、もうだいぶ遅い時刻でございましたし、ずっとホテル暮らしをしていると宿泊費だけで救急としてしまいますしね。ほとんど無料で寝床を提供してくれるというサレン様のご提案は渡りに船でした。いろいろトラブルに巻き込んでしまったお詫びなどと言われましたけれど、まあお言葉に甘えて今晩のところはご厄介になりましょう。あれなら生活が安定するまでここで寝泊まりしてもいいなどと言われましたけどね。そこまでお世話になるのもやや心苦しくはありますね。サレン様たちを信用してよいものか、まだ判断がつきませんし。まあ私は主様のご判断に従います。どうかお好きなように、何があっても私が主様のお命だけは守り抜きますので。とはいえさすがに今日は散々修羅場に巻き込まれたので疲れました。私も休ませていただきますね。おやすみなさいまし、主様。食事の準備ができましたので、まだ起きられておられるならご一緒に。あなたたち、なんで一緒に寝てるんですか？ふむ、何か問題がございますか？いや、問題っていうか、コッコロちゃんはまだ子供とはいえ、若い男女が同寝なんて。もしかしてお二人はそういう関係なんですか？そういう関係とおっしゃいますと？私と主様はご覧の通りごくありふれた主従関係でございます。就寝中主様は無防備になられますからね。こうして私が同じ寝床に入って身辺の警備をしているのです。何があってもすぐに対処できるように。私は体温が高いらしく、抱っこして寝ると湯たんぽ代わりになっていいと主様には好評でございます。いけませんか？いけませんよ。あなたたち別に親子でも兄弟でもないんですよね。間違いがあったら大変です。子供たちの教育に良くない。コッコロちゃんにも別室を用意してますから、そっちで寝てくださいね。ほらおいで、早く子供たちに見られる前に。ふむ、何をそんなに慌ててらっしゃるのですか、スズメ様。私たちこれまでも同室で寝泊まりしておりましたよ。それぞれ個室を借りると宿泊費が高くつきますからね。ダメだったでしょうか？ダメですよ。もうあなたたちってたまに常識がないですね。謝ることはないですけど、そういえばあなたって記憶喪失なんでしたっけ？
だからいろいろ大事なことがすっぱ抜けてるんですね。それなら情状酌量の余地はあるっていうか仕方ないです。でもまあやっぱり若い男女が同勤するのは問題なので、すぐ向かい側がコッコロちゃんの部屋ですから、コッコロちゃんはそっちで寝ましょう。けれど私は主様のおそばから離れたくないのです。わがままを言わないでください。寂しいのはわかりますけどね。心細いなら私が一緒に寝てあげますから。ふむ、主様はダメで、スズメ様はオーケーなのでございますか。理屈がわかりかねます。できれば主様と一緒がいいのですけど。はあ、もうどう説明したらいいのやら、困っちゃいますね。とにかくお嬢様が広間でお待ちですので、二人ともそちらで一緒にお食事をとってくださいね。まあ眠いなら寝ちゃってもいいですけど、しばらくお二人はサレンディア救護院で過ごされるんでしょ。それならおしゃべりする機会はこれから先いくらでもありますからね。くるみちゃんを寝室まで運んでもらっちゃって、私だけじゃ女の子一人抱っこして運ぶのは大変ですから、男手があると助かりますね。はい、本当によければずっとサレンディア救護院で暮らしてもらって大丈夫ですからね。家事とか手伝ってもらえたら嬉しいですし、あなたなら安心ですから。先ほど帰ってきたんですよ。ただいまです、あやねちゃん。ふん、おかえり。あんまり家を開けないでよ。私はお姉さんだから大丈夫だけど、くるみが寂しがるからね。ごめんなさい、あやねちゃん。今回はちょっと予期せぬトラブルがあって帰りが遅くなりましたけど、なるべくみんなのそばにいますからね。私寝ちゃってましたか。ああ、起こしちゃいましたね。寝ててもいいですよ、くるみちゃん。あれ、くるみを抱っこしてるのお兄ちゃん。あやねちゃんもお兄ちゃんのことを知ってるの。うん、くるみも。あなた本当に顔が広いですね。カクカクしかじかで、この方はこのサレンディア救護院で寝泊まりすることになったんですよ。仲良くしてあげてくださいね、くるみちゃん、あやねちゃん。うん、もちろん任せて。お兄ちゃん、サレンディア救護院では私の方が先輩だからね。私のことはあやね先輩って呼んでね。じゃあ俺のことはプー吉先輩って呼べよ。よろしくな、新入り。はあ、じゃあ私はくるみ先輩？お兄ちゃんに先輩って呼ばれるなんて不思議な感じ。さっきはちゃんとご挨拶できませんでしたけど、一緒に暮らすなら家族ですね。よろしくお願いします、お兄ちゃん。
よろしくね、お兄ちゃん。二人ともあなたに抱きついて甘えん坊さんしてますね。とはいえもう夜も遅いですし、二人とも寝ちゃってくださいね。夜更かしすると悪いお化けに食べられちゃいますよ。はい、どうぞ。残り物で悪いけど遠慮なく食べてね。あんたも災難ね。せめて美味しいものでも食べて、あったかいベッドで寝なさいよ。終わりよければ全てよしって言うしね。あれ、お嬢様もこの方とお知り合いなんですか？うん、ひょんなご縁でね、何度か仕事を手伝ってもらったりしたわ。どうもスズメもお世話になったみたいだし、あんたって意外と顔が広いのね。あやねちゃんやくるみちゃんもこの方とはお知り合いみたいですよ。くるみちゃんたら、さっき同室のあやねちゃんと一緒に親しげにご挨拶してましたよ。二人ともこの方をお兄ちゃんなんて呼んで懐いてました。一応言っとくけど、うちの子たちによからぬ真似をしたら許さないわよ。あんたは底抜けのお人よしっぽいし、まあ余計な心配だろうけど、私にはサレンディア救護員の子供を守る義務がある。あの子たちを傷つける不貞の輩は私の剣のサビにしてやるから。ああもう、しかし疲れたわ。大急ぎで山奥の屋敷から駆けつけてさ、カオンとナイトメアの小競り合いを仲裁してさ、この後も事情聴取を受けなくちゃいけないのよ。徹夜になりそうね。老けちゃいそう。間違いなくお肌が荒れるわ。お疲れ様です、お嬢様。っていうか事情聴取なら私たちも一緒に受けるべきでしょうか。お嬢様よりもよっぽど当事者って感じですしね。ううん、今晩のところはギルドマスター同士で軽く話をする程度にしとくわ。サレンディア救護員の私と、ナイトメアのジュンさんと、カオンのマホさん、その3人で会合を開くわ。もう夜も遅いしね。あんたたちの事情聴取は明日以降になるはずよ。しばらくは面倒だろうけど時間を取らせてもらうからね。その間はあんたたちはサレンディア救護院で寝泊まりしてくれたらいいわ。食事と寝床ぐらいこっちが無償で提供するから、他に行き場がないならずっとここで暮らしてくれてもいいわ。うん、もちろん自分の食いぶちは稼いでもらうけどね。こっちも仕事の紹介ぐらいするし。一応言っとくけど逃げないでね。あんたたちを引き取ったのは事情聴取とかが終わるまで監視するって意味もあるから、まあ保護観察処分ってところね。カオンのギルドハウスは襲撃されたせいで半壊したし、ナイトメアの本拠地は王宮だから関係者以外は立ち入り禁止だしね。だからまあうちが引き取るしかなかったんだけど、うちは今回の抗争ではほぼ第三者って立場だしね。そういう意味でも好都合ってわけ。うちは一応ナイトメア側、プリンセスナイトの参加ギルドだから完全に公平っていうか中立ってわけにもいかないけど。なんかややこしいですね。困ったものです。うちみたいな平和なギルドが抗争に巻き込まれるなんて。やっぱり私のせいですかね。ごめんなさい。なんであんたのせいなのよ、スズメ。こっちはトラブルに巻き込まれただけの被害者よ。堂々としてなさい。弱みを見せたらつけ込まれるわよ。あんたはランドソルに来てから日が浅いみたいだし、あんまりギルド同士の関係とかに詳しくないわよね。わけわかんないって顔してるし、
まあ簡単に説明してあげる。食事しながら適当に聞きなさい。うちの町ランドソルはこのアストライア大陸を長年にわたって支配している国家の首都よ。古臭いいわゆる中央集権タイプの国家で、代々王家が為政者として君臨してる。そんな王家の居城が町の真ん中にある王宮ね。王家は国家の運営と政治、公的機関やソルの塔などの管理をしてるわ。プリンセスナイトっていうのはそんな王家直属のギルドの総称よ。郵便、警察、消防、防水、その他諸々の公的機関の運営はプリンセスナイト傘下のギルドがそれぞれ行ってるわ。そういえばどうしてプリンセスナイトなんて名前なんでしょうかね。ぬいみちゃん、ノエムちゃんがその名前に異様な反応をしてたんですけど。そう、何か大昔の伝説に由来するみたいだけどね。興味があるなら図書館とかで調べるといいわ。私の権限なら多分禁書なんかも閲覧できるわよ。ノエムね、その子のことも心配ね。ラビリンスとかいう連中にさらわれちゃったんだっけ。なんだか気になるし、一応行方を追ってみるべきかしら。話を戻すわね。プリンセスナイトの傘下ギルドの一つ、ナイトメアは、その名の通り王宮を守護するのが目的のギルドよ。王家直属の親衛隊ってところね。まあ王家が常時保有している軍事力そのものよ。今は平和だから出番はないけど、戦争になれば最前線に立つことになってる。まさに軍隊ですよね。おっかないです。あのカオンを襲った派手な女の人もすっごく強くて殺伐としてました。兵隊さんなんですもんね。ああ、クリスティーナね。あれもいまいち素性がわからなくて怪しいのよね。まあナイトメアは王侯貴族が中心になってる格式高いギルドだし、多分あいつも身元は確かなんでしょうけど。最近はちょっと治安が悪化してるとはいえ、この大陸では長い間戦争らしい戦争はなかったわ。平和な時代が延々と続いてるの。だから軍隊であるナイトメアも暇を持て余してるのよね。どんどん予算や人員が削減されて規模が縮小されてるわ。そんな状況に不満を抱いてクリスティーナは戦争を起こそうとしてるのよ。戦争が始まれば軍隊であるナイトメアは規模が拡大されるからね。往年の牽制を取り戻せるってことよ。落ち目だったナイトメアは復興して返り咲けるわ。それがクリスティーナの目的なんじゃないかしら。私はそう推測してるわ。もっと何か深い事情があるのかもしれないけど。ちなみにうちの国は地理条件なども相まって歴史的に普通の人間が幅を利かせてる。ビーストやエルフ、魔族なんかはマイノリティなのよね。他の地域なんかには普通の人間以外の種族の国もあるけど、まランドソルでは他の種族は肩身が狭い思いをしてるのよ。だから他の種族の中には普通の人間に対しての不平や不満を抱えてる者もいるわ。そんな連中が今回の一件に触発されて暴動を起こしたりするかもしれない。そうなったらおしまいよ。種族間で対立して血まみれの内乱に発展しかねない。行き着く先は地獄よ。外国まで手を出してきたら世界中を巻き込んだ大戦になるわ。そんな戦争になっちゃうんですか。普段はそんな種族の違いとかは意識しないぐらい仲良くやってるのに。あくまでも
最悪の場合はそうなるってことよ。そこまで一触即発って状態じゃないけど、普通の人間たちからの他の種族への明確な差別もないしね。うちの一族もエルフだけど、貴族の称号が与えられたし、まあ成金の父が高値で無理やり買い取った感じだけど、けれど種族や文化や宗教、つまりイデオロギーの違いでたやすく戦争は起きるわ。それは歴史が証明している厳然とした事実よ。念のため最悪の事態も想定して備えておく必要はあるわ。ナイトメアがビーストたちの互助組織動物園の参加ギルドであるカオンを襲撃することで、ビーストと普通の人間が対立する構図になってるわ。戦争の火種が巻かれちゃったのよ。身内が攻撃されたと知ったら、動物園どころか他の地域のビーストたちの国家とかも黙ってないわ。最悪の場合本当に戦争になるかもね。そうなる前に争いごとの火種をもみ消そうとは思うけど、単なるギルド間の小競り合いで済めばいいんだけどね。もう襲撃は行われたわ。発生した事実は覆せない。事後処理が大切よ。そのために徹夜でも何でもするわ。戦争になったら最初に犠牲になるのは弱い者たちよ。女性、病人、老人、子供、婿の民草が血と涙で濡れるような事態は絶対に阻止するわ。ったくもう、こんなことなら私はナイトメアから離れるべきじゃなかったわね。私がいればクリスティーナなんかに勝手なことはさせなかったのに。お嬢様、手が止まってますよ。冷めないうちに召し上がってくださいね。はい、あーん。ちょ、やめなさい、恥ずかしい。もう真面目な話をしてるんだからね。お嬢様、何かに夢中になると食事を忘れちゃうんですもん。無理にでも食べさせないと。あなたもどうぞご遠慮なく。あーん。わ、素直。普通もっと照れたりしませんか。はい、どんどん召し上がってくださいね。私は料理がそんなに得意じゃないですけど。自分で言ってて悲しくならないの、スズメ。料理コツとか教えましょうか。うーん、なぜか昔から料理はほんとダメで、頑張って特訓してるんですけどね。スズメはやる気が空回りするタイプだからね。むしろあんまり頑張らない方が上達するんじゃない。話の腰を折っちゃいましたね。事情がわからないっぽいあなたに説明しておきますと、お嬢様はもともとナイトメアに所属してたんですよ。ナイトメアではギルドマスターは団長って呼ばれるんですけど、お嬢様はそれに次ぐ地位である副団長だったんです。父から地位を受け継いだだけよ。あそこは代々貴族が団長などの要職に就くことになってるの。うちも単なる成金とはいえ一応貴族の端くれだしね。ナイトメアは本当に規模が縮小されすぎて人手不足でね、他に誰も適任者がいなかったから私が仕方なく副団長をやってただけ。でも平和な時代に軍隊なんて不要でしょ。マジでやることがなくて暇でね、適当に理由をでっち上げて離れたのよ。さっきも言ったけど、プリンセスナイトは王家直属の公的機関なんかを管理運営してる。戦災孤児なんかを引き取って育てる、まあ孤児院みたいなギルドもあるのよ。現代では書類上にしか存在しない、予算も与えられてない有名無実なギルドだったけど、私はそのギルドを復活させてサレンディア救護院って名付けて運営することにしたのよ。王宮で日向ぼっこしてるよりは
よっぽど有意義だと思ってね。最近ロストって呼ばれてる怪奇現象、両親とか親戚縁者が消えちゃう不可思議な事件が増えててね。家族を失って行き場のない子供たちがいるのよ。あんたも面識があるっぽいけど、あのくるみとかがそうね。そういう子たちを引き取って私が保護してるわ。子供たちには安らかで幸せな人間らしい生活を送ってもらう。そのためのギルドがサレンディア救護員よ。私はこの仕事に誇りを持ってるわ。やりがいがある。私の人生を捧げるに足る崇高な使命なのよ。ありがとう。まあ今のところ理想ばっかり上滑りしてあんまりうまくいってないからお恥ずかしい限りなんだけど、子供たちを守り育てる、そのためだったら私は何でもするわ。まずは戦争なんかを起こそうとしてるバカどもをまとめて叱りつけてやんないとね。子供たちの未来を血で汚させるわけにはいかないんだから。どうしたんですか、あやねちゃん。なんか変な音がしない。音？まだママサレンたちが起きてるんじゃないですか。今何時？今日はいつもより夜更かししたから眠たいんですよ。ごめんね、起こしちゃって。いいの、たまに悪夢を見た時とかあやねちゃんは心配して一緒に寝てくれるもん。今度は私の番っていうか恩返しがしたいです。あやねちゃん、よかったら一緒に寝ましょう。私と一緒なら安心でしょ。ぐっすり眠れるはずですよ。一人で眠れないってお子ちゃまみたい。私、くるみよりもお姉さんだからね。でもまあ、今回はくるみの顔を立てて一緒に寝てあげても。ん？あ、どうしたのくるみ。急に黙っちゃって変な冗談やめてよ。あやねちゃん。あれって私？どうして私が窓の外にいるの？主様、お目覚めください、主様。おはようございます。夜分遅くに失礼いたします、主様。お休みのところ、申し訳ありません。少々よろしいでしょうか。いえ、やっぱり、一人で寝るのが寂しくなった、というわけではありません。スズメ様に、こんこんと諭されて、そのあたりの理屈は、渋々ながら納得いたしました。一応主様の寝室から
一番近い部屋を寝床として与えられましたし、何か異変があればすぐ駆けつけられる手はずになっております。なので夜間何か気がかりな点などがございましたら、お気軽に大声を出すなりして知らせてくださいまし。私数秒で駆けつけますので。えへん。ともあれ、先ほど悲鳴が聞こえませんでしたか？はい、どうも女の子のものらしい甲高い叫び声が。私の聞き間違いだったら良いのですけど。はい、昼間何度も命の危機にさらされましたしね。警戒しておくに越したことはないでしょう。最悪の場合また襲撃があるかもしれませんし、非常事態に際してすぐ動けるように私寝ずの番をしていたのです。ちょっとうとうとしていたのですけど、そうしたら悲鳴が聞こえまして、念のためこうして主様の様子を見に来たのです。主様はのんきにすやすや寝入っておられたので一安心でございます。よかった、ご無事で。やはり主様を一人で寝かせるのは心配でたまりませんね。ああ、主様、大事な大事な私の主様。また悲鳴が聞こえました。やはり私の錯覚ではございませんね。ふむ、悲鳴は救護員の広間の方から聞こえてきましたね。私ちょっと様子を見に行ってまいります。主様はここでお待ちを。いえ、ここも安全か分かりませんし、同伴してくださいまし。襲撃だった場合私がなんとか主様だけでも逃がしますので。寝巻きのままなのはいかがなものかと思いますし、街灯を羽織ってくださいまし。あとは剣だけあればよろしいでしょう。参りましょう主様、十分に気をつけてくださいまし。私からあまり離れないように。外にいるはずがないあやねちゃんがいる気がして驚いちゃったとか、そんな感じではないでしょうか。違うよ、窓の外にいたのは私だったけど、私じゃないの。
目が光ってたの。私の目とは違う色だった。それで私を見て笑いながら何か言ったの。よくわかりませんけど、どうしましょう。ちょっと私、外に様子を見に行ってみますね。不審者とか魔物だったら大変ですし、念のために。ふむ、魔物などでしたら一人では危険ではありませんか。どうも、スズメ様は荒事には不慣れなようですし。いえ、大丈夫です。ちょっと様子を見に行くだけですし。コッコロちゃんたちはあやねちゃんたちのそばにいてあげてくださいね。ヤバそうだったら大声を出しますので、みんなを連れて避難してください。みんなが逃げる時間ぐらい稼いでみせます。お嬢様が会合のために不在なので、サレンディア救護員のみんなを守るのは今は私の役目ですから。普通に怖いです。お嬢様、スズメをお守りください。お化けとかだったら嫌ですね。いや、魔物でも不審者でも何でも嫌ですけど、単なる子供たちの見間違いだったらいいな。確かこの辺が彩音ちゃんの部屋がある位置ですよね。窓の向こうに何かがいたってことだから、この付近に不審なものがないか確かめれば。違う、あやねちゃんは救護員の建物の中にいるはずです。あの子は言ったことは聞いてくれるお利口さんですし。あー、よく見たら目の色が違う。それに目がぼんやり光ってる。あやねちゃんの言った通りです。これは誰？遊びで、え、なんですか？遊び？違うよ、一緒に遊びたかっただけ。はい。さあ早くやろうよ。モグラさんかわいい。お兄ちゃん頑張って。してませんし、とりあえず放置してみんなのところに戻りましょう。もしかしたらみんなのところにも何かおかしなものが現れたのかも。皆さん、どうしたんですか？今悲鳴が聞こえましたよ。それじゃあ、お手並み拝見。
つもドジで迷惑ばっかりかけてますから。落ち着いてくださいまし、スズメ様。どうも、アヤネ様でしたか。そちらの方のおっしゃる通り、これはサレン様ご本人ではないようです。そのサレン様はどうも同じ動きを反復しているだけです。落ち着いて対処すればさほど危険ではございません。サレン様らしからぬというか、訓練された戦士の動きという感じではありませんよね。推測ですが、人間の姿に化ける魔物か何かなのではないでしょうか。魔物、言われてみればどことなく正気がないというか、人間らしからぬというか。ちょっと確かめてみましょう。お嬢様、あれはお嬢様の地球児をしていた私。強化アイテムね。覚えてらっしゃい、私のドジの。そう、笑顔。お任せください。光のご加護。私たちは無傷でございます。最後にスズメ様がドジって転んだので、その分無駄に負傷しておりますが。あはは、これは自業自得です。皆さんご無事で何よりでした。何だったんですかね、あのお嬢様の偽物は。倒れると同時に夢か幻みたいに消えちゃいましたけど、妙に手応えがなかったですし、血も出ませんでしたよね。生き物じゃなかったんでしょうか。お化けみたいなもの？あ、そんな風に見えましたね。何だったんでしょう。不可思議な現象ですけど。そう、私も詳細は存じませんが、主様の剣はアメス様から与えられた特別な代物のようですよ。先ほどのお化けみたいなものだけでなく、普通の魔物なども吸収することが可能なようです。理屈は分かりかねますが、今度アメス様に祈祷した際に詳細を尋ねてみますね。おっと、皆さんどうものんきにおしゃべりしている場合ではなさそうですよ。
ものが大量の偽物に取り囲まれてますね。体力も魔力も有限です。いちいち相手をしていたら押しつぶされそうですね。余力があるうちに包囲を突破して安全なところまで避難すべきでしょう。そうですね。お嬢様が会合をしている場所まで逃げて保護してもらいましょうか。みんなはぐれないように気をつけて一緒に来てください。ひー、朝から晩まで今日はとことん修羅場ですよ。守って戦うペコリーヌ、その魔物を操るのは同じギルド美食殿のキャル。次回プリンセスコネクトリライブ第4章、最悪のエリザベスパーク。もう一度君とつながる物語、オラの牧場どう